頼むから押さないでくれ、危ないから。で、おい、いつまで私の足にしがみついている。将棋倒しにでもなったら大変だぞ。若葉ちゃんが誰かに押し倒されるとは聞き捨てなりません。日向、いいところに来た。乃木を剥がすか、園子を追ってくれ。園子さんでしたらその辺に埋もれていますが。キャーキャー、乃木さん、乃木さん、キャーキャー。なんだか小さな乃木さんと中くらいの乃木さんと大きな乃木さんがいる気がする。素敵ー。もぎょー、自分の蒔いた種から出た芽がツルとなって自分の邪魔をしてくるなんて。うわぁ、園子先輩、むぎゅー黄色い声の乙女たちに圧縮される。皆さん、うちの若葉ちゃんに贈り物をされる方はこちらのノートにクラスと名前をご記入ください。わぁ、さすがひなたん。興奮状態だった群衆が水を打ったように静まり返ったよ。ん？まだ誰か腕を引っ張って、これは一体どういうつもりだ。いくら怒鳴っても無駄よ。この部屋は防音になっているから。何？いや、そんなことはどうでもいい。今ドアに鍵をかけたな。なぜだ？大勢の人たちに囲まれて焦ってたから助けてあげたんじゃない？お礼くらい言ったら？そうだったのか。それはありがたいが、今園子たちから離れるわけには。だからでしょ、彼女たちに覗かれたくないの。え？あなた、今日は朝から園子さんたちにべったり。まさか宣言通りに監視し続けるとはね。頑固で、馬鹿正直で、生真面目で、私はそんなあなたが大っ嫌い。あ、だったわ。だった。これ欲しければあげるわ。なんだこの箱は。いらないなら返して。待て、まさかチョコレートなのか？千景が私に？バカな！失礼ね、そこまで驚くこと？だって今散々私を罵っていたじゃないか。だから今は前ほど嫌いじゃないよ。え？ありがとう。勘違いしないでよ。だからって別に好きってわけじゃないんだから。それは分かっているが、ダメだ、もう我慢できそうにない。千景、ちょ、何調子に乗ってるのよ。ハグとかそういうのはすまん。昨夜からその子たちを見張っていて、一睡もしていなかった。はあ？どうして私が密室であなたの枕にならなきゃいけないのよ、このバッ。ご先祖様が消えた！チャンスは今しかない！園子先輩！そのっち、自分のチョコを取りに行って。私も用事を済ませて観察に向かうから。あ！いけない。園子さんたちを逃がしたら、若葉ちゃんに申し開きが。かくなる上は。もう大丈夫みたいよ。ああ。
氷、これ。や、山伏さん、これは違うの。乃木さんとは別に何も。お、前に話してくれてありがとう。それじゃあ、私にチョコレート。よかったじゃないか。モテるんだな、千景は。モテるとかどの口が言うのかしら。ここで会ったが100万年目だ、夏目。100万年は長い。思えば去年お前はアンズのチョコを受け取り、タマとのかっこいい対決で敗れたわけだが。そうだったか。そうだ。でもな、だからといってタマがお前を認めてないわけじゃない。なのでタマの次くらいにかっこいい夏目にタマチョコを進呈してやるぞ。おれ、ありがとう。礼には及ばん。今後も切磋琢磨してお互い強くかっこよく戦っていこうじゃないか。あ、そうだな、タマ子。お前はシーサーに似てかっこいい。なあ、今年もそれを言うか。今年も、去年も言っただろそれ。お前は一年中タマを狛犬だと思い続けてたってわけか。一度そう見えたらもうどうしようもない。諦めるな。え、そのっちから私に。どうもありがとう。あー、よかった。ごたごたしてたからどうなることかと思ったよ。その混沌を作り出しているのは自分でしょ。そうかもしれないけど、今年はワッシーにちゃんと渡したかったんだ。ワッシーは私と同じ気持ちでいてくれる大切な友達だからね。そのっち、これからもそばにいてね。頼りにしているわ。ずっともだもんね。離れない、いつも一緒にいるよ。あ、ここにいた。上里さん、乃木園子さんを発見しました。ありがとうございます。後で若葉ちゃんの生写真を1枚差し上げますね。無垢な女性徒を使って私を捕獲するなんて、ひなたん極悪非道。何とでも言ってください。さあ行きますよ。二度目はありませんからね。ああ、まだこれからワッシーとユーユーの交換シーンがあるのに。あ、それは覗かれたくないかも。その子ちゃんもすでに捕らえましたから、一緒に体育館へ移動しましょう。さあ若葉ちゃんファンの皆さん、一列に並んでついてきてください。ひえー、ずっとも離れたくないよ。見ました？日向さんがハーメルの笛吹きみたいに女の子たちを引き連れて体育館へ。見た見た。なぜかその列にはそのコズまで泣きながらついていってたよね。その女子たちって若葉のファンなんだろ。肝心のあいつはどこへ行ったんだ。図書室にいた氷と千景さんと。本でも読んでたんすか。わからない。赤い顔して個室から出てきた二人を見ただけ。ちょ、なんですかその情報。メモしとかなきゃ。他には。私は氷にチョコを渡しただけだから。そうだ、チョコ。アンズ、ほれほれ、愛情たっぷりのタマチョコをやるぞ。ありがとう、タマチ先輩、大切に食べるね。それでしずくさん、詳細は。わーい、タマよりスクープが大事か。若葉と千景のスキャンダルが気になるのか。あ、タマ子さん、こちらにいらしたんですね。ぐんちゃんがどうかしたの。さっきはぐれちゃったんだけど。わー、シュービー、
でしたら私がタマコさんに差し上げようと。え、タマにくれるのか？隅からタマに。はい、タマコさんには肩の力の抜き方を教えていただいたりお世話をかけましたので。世話なんて、タマは別にな。そんな大したことはしてないだろう。よかったね、タマチ先輩。本当はずっとスミちゃんのこと心配してたんだもんね。タマはそんなに心配性じゃないぞ。スミはまだちょこっとだけ硬いけどさ。すみません、いつまでも堅苦しくて。自分でもなんとか柔らかくしようと努力はしているのですが。スミちゃんそんなに肩が苦しいなら私が指圧してあげるよ。わっちゃー。うわー、これ笑いのロコガレ始まったもの。すみユーナと名のつくものだけが使える秘伝の極楽剣でもあるのかしら。恐ろしい。にゅー、蝶々が見えます。でも笑い笑いよ。ユーナ総伝の極楽剣ってことは、まさか赤峰も。うへー、鋼の鎧でも着とこっかな。うんうん、鎧は必須。あとサプリと煮干しとチョコもね。だから、はい、せっか。あ、何かダメ、私何回やっても自然にチョコ渡すとか全然できない。あ、これカリンからのチョコなんだ。そっか、アンガとね。ツッコミはどうしたのよ。鎧と関係ないやないかーいって言わないの。あはは、ツッコミか、思いつかなかった。嬉しかったから普通に。てか普通で。普通で、それどういう意味。いや、なんでもないよ。カリンのチョコずっと待ってたって意味。何言ってんの。あのスミはこのままにしておいて大丈夫なんですか。笑いよ、笑いよ、レオよ。ねえねえ、タマちゃん、さっき言ってたグンちゃんのスキャンダルって何。うわぁ、知らない。タマは何一つ1タマグラムも知らない。ああ、その子先生、早くお戻りください。私だけではとてもメモが取り切れません。だーれだ。ユーナちゃん。はずれー、高島です。嘘。うん、当たり。本当はね、赤峰優奈だよ。それも嘘。あれ、どうしてバレちゃったんだろう。結構似てたと思うんだけどな。無駄よ、私の感知する優奈ちゃんは世界にあなた一人だけなんだから。そっか、そっくりな人がいるのも嬉しいけど、一人だけって言われるのも嬉しいな。ごめんね、ゆうなちゃん。今朝は樹海で赤峰さんに迫撃砲を打ち込んだりして。迫撃砲って何？東郷さんはどうしてそれを打っちゃったの？それは、ゆうなちゃんからあんな風に思われる赤峰さんが羨ましくなったからかな。東郷さん、忘れちゃった？え？私が誰よりも東郷さんのこと大事に思ってるって忘れていませんか？ゆうなちゃん、じゃじゃーん。そんな東郷さんにお届けする今年のハッピーバレンタイン。これは大きな瓶の中にたくさんのチョコレート、飴玉みたいに一つずつ包んであるのね。
どれでもいいから好きなの選んで一個食べてみて。じゃあこれいただきます。あら、包み紙の裏に何か。これ遊園地って書いてあるけど、全部の紙に東郷さんと行きたい場所や一緒にやりたいことが書いてあるの。え、こんなにたくさんあるのに全部で一体いくつあるの。365個。足りなくなったら困ると思って。ちょっとやりすぎちゃった。ううん、足りない、全然足りない。今すぐ全部食べちゃいたいわ、ゆうなちゃん。うん、わかったよ東郷さん、好きなだけ食べて。足りなくなったらまたいくらでも書くから。ああ、ゆうなちゃんが夕日より眩しい。素敵な贈り物をありがとう。私からもこれ。うわー、何これ、フィギュアだ。私と東郷さんのチョコフィギュア。去年は写真を使ったから、今年は立体。来年はどうなるんだろう。来年は等身大かしら。それは量的に食べきれないね。このフィギュアももったいなくてだけど。どっちも食べていいよ、だって唯一の本物がいつもそばにいてくれるんだから。それじゃあミニ東郷さんのどこから食べちゃおうかな。はあ、ごっくり。どこからでもどうぞ。やっぱり無理。しばらくは飾っておきたいし、一緒に写真も撮りたい。うん、ゆうなちゃんの好きにしてね。私もそうする。映画、海、ボーリング。もうそんなに食べちゃったの。だって何が書いてあるか気になるんだもの。ねえ、一番の当たりは何。あ、それはね、秘密。あー、ゆうなちゃんの意地悪。私が鼻血出しても知らないんだからね。でバレンタインが楽しみに、特殊機器の準備までしてた。今年のセカンドラブか。ひどい、ひどいよ。優しさをどこへやったの。みんな私たちへの愛を忘れているよ。そんな大声で叫ぶことか。お前たちには去年の覗きのツケが回ってきただけだろう。さっき脱走した時少しだけ観察できたから、そのせいでかえって空腹感が増した。わかるよ、そのっち。スープ一口でフルコースをお預けされた状態だもんね。何か食べたい、何か。ご先祖様、日向先輩。え、二人はずっと一緒にいたのに、まだチョコを渡し合っていませんよね。だったら渡して、今ここでチョコを激しく切なく濃厚に交換してみせて。え、お二人とも昨晩の話を聞いていたんじゃなかったんですか。昨夜何か話してたっけ。目を開けたら二人が抱き合っていたことしか覚えてないな。抱き合ってなどいない。はあ、まあいい。二人とも、これは私からだ。え、そして私からもお二人へ。園子さん、園子ちゃん、さあどうぞ。二人ともが私たち二人に。ああ、思えば私は今日までお前たちに何もしてやれていないから、たまにはな。でも私たちがもらっちゃったら二人はどうするの。いいんですよ園子さん、私と若葉ちゃんは毎日がバレンタインデーみたいなものですから。何を言っているんだ。
だってそうでしょ。少なくとも私は毎日若葉ちゃんに惜しみない愛を捧げていますよ。分かっている。私だって片時もそれを忘れたことなどない。ひなた。若葉ちゃん。ひなた。急激なラブ濃度上昇に目が耳が濃厚なイチャミに血糖値と心拍数が急上昇。これはこれは一言で言うなればそう尊い。はあ、お前たちと来たら賢いのか愚かなのか時々本気でわからなくなるな。いいじゃありませんか。なんだかんだ園子さんたちの企画には皆さんも結構ハマっていますし、人様を覗くのはともかくとして楽しみを追求する姿勢そのものは素敵だと思いますよ。そうやってお前が甘やかすから二人が調子に乗るんだぞ。アメとムチが両方ないとバランスが悪いですもの。ありがとうございます、日向先輩。実は私からもこれを日向先輩に、私からは若ちゃんに。二人で相談して前から決めてあったんだ。そうか、ありがとう。大切にいただこう。嬉しいです、とっても。考えてみればこの状態は乃木ハーレム。日向の脳内に幸せ物質が満ちていく。これを一言で言うなればそう尊い。その同調具合、お前たち本当は日向の子孫なんじゃないか。